指揮教室での指導ぶりもユニークである。今教室では小高君がベートーベンの第5シンフォニーと取り組んでいる。彼はかつての日教の常任指揮者故小高久忠氏の息子だ。よよいやいやいやタンパンタンパ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 ンで、トを取ってから1位くるのに非常に明瞭なあの時間を作るんだけどね。かつてベルリン高等音楽学校でホイヤマン氏に手ほどきを受け、ローゼンストック氏に教えられた指揮ぶりは正確だ。しかし彼はそれを生徒に押し付けることはしない。傍らで助手を務める東京交響楽団の専属指揮者秋山和義氏の意見を聞き、生徒に納得いくまで説明する。タンタランタララ、違う、ない、タロリティララって歌うんですよ。君はタロリララララ、それは歌謡曲ベートーベンのあれに。クリッパンパンタンってやるんですよ。ここ次はモーションまで来て、君だそうやったら、そう僕のやりやったら止めた、それから君のやつは、ね、止まるやつが来るんですが、ラテ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 テラテラテラテ。この教室の中から小沢征爾が生まれ、岩城宏行が育っていったのだ。そして次の日本音楽界を背負って立つ指揮者が巣立っていくのだ。厳しい練習の合間にお茶の時間がある。ポケットマネーで買ってきたケーキを生徒に配る。甘い優しい先生である。まあそういうことで、よく勉強したから。で、集合場所は面倒くさいからここにしようね。あ、だけどね、それはあの晴天に限りだよ。どん天は僕の判断ね。お菓子ある？お菓子ある？あった？中、お茶ない。また例によってさ、高尾山ケーブルカーで上がってあそこで上でもってあの変なのに乗ってさ、それで帰りは歩いて掘りに、それで下のあそこのお茶屋でなんか、それともマイクロバス借りようか。マイクロバスで行くなったらみんなが行くんじゃねえか。でもあしてもし足りなければ僕の車を持ってってね、それから父の車を持ってくよ。いくらでもある。上が1台だろ、中が1台、上が1台。良い演奏をするためには心が揃わねばならぬ。心が揃うには行動が揃わねばならぬ。 A オーケストラの練習日、この日は珍しく生徒が揃わなかった。100人近い生徒は真面目に開始を待っている。しかし練習は中止になった。オーケストラの生徒が1人欠けても彼は練習を始めない。遅れてくる生徒があれば、その生徒が来るまで待っている。これからもう本当に気をつけて、僕だらしないオーケストラをこの、あの次の世代のね、だらしない音楽家育てるならば、僕もう育てない方がマシです。日本に音楽なくなって外国からみんな雇ってても、それでもその方が、もっとマシです。日本っていうのは、日本国っていうのはそういう国、それじゃこの成り行かない国なんだから。若い頃は指揮棒を投げたこともあるという。
練習に関しては徹底したスパルタ教育だ。みんなわかりましたね。今日休んだ人にそのことね、はっきり通知してやって。はい。この A オーケストラは、おととしアメリカに演奏旅行して、ニューヨーク音楽界にその素晴らしさでセンセーションを巻き起こした。その名声は、この厳しい練習に支えられているのだ。家庭の都合で学校を辞めなければならない指揮科の生徒が挨拶に来た。明るい青年だ。経済上の事情で国に帰るという。何としても好きな音楽をやめるのは辛いとの言葉に斉藤さんは動かされた。で東京でね、今度はじゃあ少し何かで稼ぐでただ君に金あげるわけにいかないから、じゃあ僕に通して少し働く、自動車の掃除もうち来て庭掃除を少しするようなことすれば、なんとか名目で何がしにはしてあげることができる。そんなことしてでも勉強したいっていう気があるから。僕としてはやりたいんですけどね。いやだからさ、そういうことするのは嫌だっていう人もいるさ、アルバイトするのは。本当にやる気があるならある程度援助してやろうと斉藤さんは約束した。何人かの生徒を自分の身銭を切って育てていく、なかなかできないことである。短い休息の時間、教授室で休む。若い頃は絵描きになろうと思ったという。正則英語学校の創立者として、また斉藤の辞書で有名な斉藤秀三郎氏の息子に生まれた斉藤さん。昔はダンスの名手であり、オーナードライバーの草分けでもあった。今でもドライブは唯一の趣味である。個々の演奏技術の向上と音楽性を豊かにするためにはオーケストラの練習が最適である。先日揃わなかった A オーケストラも今日は全員時間に集まった。秋山さんがタクトを振り、斉藤さんはじっと耳を傾ける。出だしからビシビシと注意が飛ぶ。ちょっとソルジノアズつけてないな。ビオラの中に弱音器のない楽器を使っているのを見つけた。バカも休みに行ってくれよ。ソルジノみんな買ってあんだよ。なかったら川崎さんとこ行って、伊集院さんとこ行って、それでも買ってくれって言わなきゃいけないんだよ。そらそのくらいもできないかを。いつ卒業だ。来年卒業して世の中に出て、それでもないんですってことは言えないよ。学校は買ってあるんだもん。記憶取ってみようか、いないんで、それでいくつ買ったとかったら。なくすのは君たちがなくすんだもん。僕使う時はなかった。え？使ってた。だからさ、その時はもらわなきゃダメじゃないか、誰かなく。自分がなくしたんじゃないか。あの川崎さんとかそれで流れませんよ。君はついてないじゃ済まないよ。なバカなこと言うのやめろよ。そんなこと気をつけるよ。ぶん殴るぞこいつ。もう本当に腹立ってくるよ。